ニュースのお時間です。小山氏のことなんですが、どうも、安人を精神病院に入れろと言いながら、依然として割れていないようで、安人から接近しているようです。その際に、仕事をしていると、しきりに言っていました。その仕事フラグが回収されたのは、近藤組長の配信だったのです。200万円を出資してもらい、出資した額に応じて、利益がもらえるとのことでした。ただ、 その詳しい内容は聞いていないようです。それが、今のお仕事のようです。では、どんな金融商品を扱っているのでしょうか。そもそも、金融商品を扱うには、許認可や資格が必要なはずです。宅建ではできませんので、金融商品ではないと思われます。不動産投資なのか、それなら、少し前に、地上げするからって、必死に金を詰めていた時期がありましたが、それも結局、 何もやっていませんでしたよね。それに、住所不定、無職、再建まみれ、どこに信用があるのでしょうか。多分なんですが、少し前に、歌舞伎町浄化作戦が仕事って言っていましたよね。その直後から、一口100万円と言い出し、歌舞伎町浄化作戦も、結局、ドライブデートだけで、根岸と割れてしまったわけで、前の不動産も見切り発車だったわけでしょ多分 今回も見切り発車の可能性があるんじゃないかって思うんですよね。ワンちゃん、小山氏を使って、金を集めさせて、消えるかもしれません。そして、仲介者である小山氏が多大な再建を抱えるってことになりかねません。小山氏へ金集めを振っている人物を X だとして、X が姿をくらませば、そいつから回収する大意見を発動するのは厳しい気がします。そうなってくると、 小山市から回収するしかないのですが、はたらないでしょう。小山市の先が何なのかが非常に気になります。少なくとも、大手企業は、彼と代理店契約するとは思えません。なぜなら、ホームレスとなってから、湧いてきたはなしなので、ホームレスと契約を結ぶとは考えにくいからです。そうなってくるとかなりうさんくさいよね。そうでないのであれば、先をしっかりと提示して、金融業の資格を取って、 行政に認可してもらって営業した方がいいよ。なんか怪しいって感じるんですよね。皆様は、どう思いますか信じられますかでは、チャンネル登録お願いします。